ハロー、こんにちは。久保田空気です。今日もですね、インスタライブを始めていきます。今日のテーマはですね、起業で得られるもの、起業で得られるものになります。ね、起業で得られるもの、まあ、いろいろね、あると思いますけども、皆さんはどんなことが得られると思いますでしょうかね。はい、今ね、起業って、昔ね、自分たちが起業した頃よりも、ちょっとハードルが高くなってきてるかなという感じがするんですよね。そう、なかなかね、起業したいけども私ってできるんだろうか、起業したいんだけど私って成功するのだろうか、収入得れるだろうか、まあその不安が結構大きくなってきてるね。なので、まあ、そこでとどまる方ですとか、まあ諦めて他の道に行こうっていう方ですとか、なんかね、そっちの割合が増えてきてるのかなって、そんな気がしますので、今日はね、起業したいんだけども悩んでる方に、いや起業ってやっぱりいいよって、ちょっと背中をね、押させていただくようなお話なのかと思いますので、この20分ね、聞いたら、やっぱり起業やろう、起業してみようっていうモチベーション、やる気がぐーんとね、高まるのではないでしょうか。はい、まあ、もちろんね、人それぞれなんですけどね、まあ、一般的にやっぱり起業で収入はね、基本的にはやっぱりお勤めの時代から比べると、やっぱり上がっていきますし、で、上がることをまず目指しますよね。そう、まあ、その金銭感覚も結構ね、変わってきます。まあ、月収いくらとか年収いくらっていうね、話になりますと、やっぱりこうボーナスってないわけですよ、ね、なので、月20万30万っていうのも当たり前、50万100万、ね、でまずは起業したら1000万目指す、ね、でこれはお勤めの時ってなかなかそれ難しかったじゃないですか。そうじゃないですか。そうで、まずは1000万いったら次は2000万3000万で、どんどん収入面でこう上がないというか、天井がないというか、そう、別にそれでね、ここまでしか稼げないっていうのはないのでね、お勤めの場合に、まあ自分もね、サラリーマンじゃなかったんですけど、さすがに普通のね、普通のサラリーマンって言ったらおかしいかもしれない、普通のところですと、まあ、上司よりも稼げないかと、ね、歩合制だと、ね、部下の方が稼いでる、上司よりも稼いでるって方もたくさんいるかと思うんですけども。まあ自分もね、普通のって言い方はおかしいかもしれないですけど、サラリーマンだったので、どんなに頑張ってもやっぱりね、その上の課長さん、部長さん以上の収入はなかなか難しいわけですよ。ね、なので、まず収入面でね、すごくやっぱり豊かになっていく、ね、そこをまず目指しましょう。そして、あと自分やっぱり大きかったのは自由な時間ですよね。時間的自由。そう、自分は割とやっぱりこう自由人っていうかな、自由がすごく好きなんですよ。うん、まあもちろんね、お勤めの場合でもね、いや土日はね、全く自由だし、早く帰れるしみたいな方もいらっしゃるかもしれないんですけども、やっぱり時間的な自由さが一番自分は大きかったかな。まあ今もこうしてね、家にいながら、ある意味お仕事だし、ね、家にいながら今は、ね、夏かみたいなね、暑い時でも、外に出なくても家にいながら、で満員電車に乗る必要もない。でここ最近本当満員電車ってあんまり、もうやっぱり満員電車に乗って。そして、やっぱりこう、お客さんだよね、営業マンだったので、お客さんも最優先。もちろんね、今もお客さんも優先するところはあるんですけども、やっぱり思い通りにはいかないことが多いですよね。うん。とか起業すると、まあ、結構もう完全にもうフリーじゃないです。自分の時間。じゃないですか。もちろんね、お客さんと予約が入ったり、決められたイベントとかもなんかあったりする場合もあるんですけども、それも全部自分で決めれる、基本的にはね。そうなので、責任感はやっぱり増すんですけどもね、自分で決めれるっていうことはね、逆になんか自分はすごく合ってるかなってね、自分で決めれる時間が多いっていうのはね、これも人によるのかもしれないですけどね、もうピシッと決められた方がね、人に決めてもらった方が楽っていう人もいるかもしれないですよね、そこはね。はい。なのでね、自由な時間がある。やっぱり土日とか関係ないわけですよ。なので、なんだろうな、人が混んでる時、ね、あえて行かなくてもいいっていうのはやっぱり増えてきますよね。うん。なので、まあ細かいですけど、その辺のね、自由な時間が使えるっていうのは一番大きいかなっていうふうに思います。はい。あとはね、上司とかね、嫌なお客様に悩まされることはね、自分幸い、
勤めの期間長かったんですけど、あんまりね、嫌な上司とあんまり嫌なお客さんっていなかった方かもしれないんですけども、でもやっぱりね、あの営業やってましたので、あそこ行くと嫌だなとか、すごくストレスを感じながら行ってるお客さんも正直ありました。うん、なのでその辺の人間関係のストレスはもうほぼほぼなくなりましたね。まあ全くないですよね。そうなので、お客様も上司もやっぱり選べないじゃないですかね、お勤めの時って。でまあ起業すると、まあ、基本上司はいないわけでしょ、ね、逆にまあ頼る人もいないっていうのもそれもね、あるかもしれないですけども、でお客様も基本自分で選べるわけですよね。そうなんですよ、お客様も自分で選べるわけですよ。うん、なのでまあ自分も今ね、空気塾っていう企業塾やってたりね、企業コンサルタントっていうね、一対一のコンサルティングもやったりしてますけども、あ、この方合わないなって、例えばお断りする場合もあるわけですよ。ところが、お勤めの時とかお客さんはやっぱり選べないですよ。まあ、基本、まあ、ルートセールスだったので、まあ、ここと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 こってまあリストがあっても決まってて、そこに行って、で、いや、あのお客さん嫌なんでって変えることはできないんですよ、ね、ちょっとそこのね、ところがちょっと苦手なんでそこ行かなくていいですかって、何言ってんだっていうふうに上司言われますよね。お客さんは選べます。お客さんはまあ、業界にも言うんですけどね、お客さんはまあルートセールスであっても、あの営業マンちょっと変えてくれないとかって結構ね、ありました、その業界はね。そう、だからちょっとトラブルあると変えてくれないみたいな、もうクレームですよね、あって、営業も変わったりってことあるような業界だったんですよ。ところがこちらからかは選べないですね。ここのところとここのところしか行きたくないですってそれは言えない。まあでも、まあ、起業するとお客様も実は選べるんですよね。うん、なので、まあ、人間関係とかあんまりね、そういったことで上下関係とかでストレスはないですよね。うん、まあそこも自分は大きかったかなというふうに思いますよね。ね、収入面、そして時間面、そして人間関係、ね、そしてあとはやっぱりね、自分で作った商品サービスを売れるっていうところ本当に嬉しいですよね。でこれは人にもよるかもしれないんですけど、やっぱり自分サラリーマン時代長かったので、まあ、営業場時代長かったので、基本自分で作ったものじゃないわけでしょ。会社が作ったもの、それを売るわけなんですよ。なのでもちろんね、最初の頃はいいかったかもしれないですけど、やっぱり途中からあれみたいな、これいや本当にお客さんにとって必要なのかなっていうのも裏ざるを得なかったり、やっぱり数字を抱えているので、まあ、売上達成をねするためにはいくらっていうのがあって、まあ、そのためには、まあ、無理やり売るってことはなかったんですけども、やっぱりこれ売ることは本当にお客さんのためになるのかなとかね、なんか疑問がいつもありました。うん、これこの価格で売っていいのかなとか。そうなので、なんだろうな、あんまりこう本当に売りたい、本当に好きなものを売ってるって感覚が途中からなくなってきたんですよね。うん、なのでまあ、今はね、自分で作った、ね、企業塾っていうものですとか、自分の、コンサルティングとかが商品になってるわけじゃないですか。なので、自分で作った商品なわけですよ、オリジナルのサービス。まあ、それを売ることが、本当ね、楽しさもありますし、喜びでもありますよね。そう、なので、まあ、そこをね、やってみないと分かんないかもしれないです。なので、まだ起業してない方に、その自分で作った商品がって言っても、そもそも自分で作ってない商品がまだない方はイメージがつかないじゃないですか。これいい悪いじゃないんですか。いや、本当そうだと思いますよね。まあでも、やっぱりね、自分で作ったサービスを売る喜び。これはね、本当ありますね。なので、まあサラリーマンやっててね、いや、この商品売りたくないな、この商品本当に売れるのかな、みたいな形で日々悩んでる方からすると、ちょっとご理解いただけるかもしれないんですけども、まあそこはね、ありましたね。自分で作ったサービスを売る喜び。はい、企業で得られるもんね。だと、まあ、大体この辺はね、一般的なものじゃないですか。収入面、自由な時間、そして、まあ、人間関係、ストレスフリー。あとは、まあ、自分もすごく、そう、だから今、企業塾ね、やっておりますけども、
まあ、そこの生徒さんにもねよく言うんですけども、まあ、成果はもちろんね、目標として追い求めるものではあるんですけど、売上の目標とかね、売上の成果とかを求めるっていくんですけども、やっぱりその前に、成功の前にやっぱり成長っていうのがあって、やっぱり成長してもらいたいって思いでね、自分も塾をやっててコンサルティングをやってたりしますし、で自分自身も起業して15年ね、まだまだなんですけどね、まだまだですけども、自分からすると成長したなっていうのはやっぱりありますよ。でこれがこの15年間普通にお勤めしてた時の15年の自分と、まあ、今の自分とやっぱりどっちが成長したかなというふうに今振り返って思うと、やっぱりね、起業してた時の今の方が成長できたんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。マインド面ですねマインドってね、一言で言っても奥が深いかもしれないんですけども、謙虚にやっぱりまずなってきますよね。その謙虚になります。で、まあ、これもねやっぱりよくありがちなんですけども、起業して一人でやるようになってから改めて営業時代、お勤めの時代ってやっぱり結構人から支えられてもらってたのかなっていうふうに思うわけですよ。でこれがお勤めの時あんまり気づかないんですよね。うん、なので辞めてからね、自分も会社に入って営業をやって、そこを辞めてから気づくこと結構ありましたね。やっぱりね、上司からとか、同僚とかね、事務の方ですとかいろんな方に支えられてたなって、うん、やっぱり人に支えられてるっていうのは大事だなって。で起業して一人になってから、あ、これ全部やらなきゃいけないんだっていうね、まあ不安もあったんですけども、だからこそね成長できたっていう、全部一人でやってきたんでね、そう、まあいろんな面でね成長はあったかと思うんですよね。はい、自分自身の成長、そしてあとやっぱりね、人間関係、ね、さっきねストレスフリーって言いましたけど、やっぱりお客さんでなかったとしても、それ以外の人間関係って今までね出会えなかったね、サラリーマン時代の時であれば出会えなかっただろうなっていう方ともね出会えたりするわけですよね。まあ企業仲間とかね、そうなので、まあ、その辺もね、自分はプラスになったかなって、企業の、プラスになるのかなっていうふうに思いますね。企業で得られるもの、はい、あとねこれもやっぱり抽象度高いかもしれないんですけども、なんかね生き方にやっぱり誇りを持てるようになりましたね。うん、これもちろんねお勤めしてる方がその誇りがないっていう意味ではないんですよ。まあもちろんそういう意味ではないんですけど、自分はやっぱりお勤めしてる時に本当にこれでいいのかなって思いながらだったんですよね。なので迷いながらだったんですよ。自分の人生これでいいのかな、これでいいのかな、これでいいのかなって思いながらでしたよね。でも今はやっぱりやってよかったな、起業してよかったな、そして自分で作った商品、そしてこれを売ることによって少しでもね人の人生を、おこがましいかもしれないですけども変えることができたら、そんな思いでやってるわけなんですけども、何かすごくそれが誇りに感じるんですよね。うん、そこはやっぱり大きいかな、生き方に誇りを持てる、ね、でこれは結局、まあ、後悔しない生き方、やりがいと充実感に満ちた人生を送れるっていうね、後悔しない生き方っていうのはすごく大事にしてますね。うん、これでよくねあるじゃないですか、死ぬ時を考えた時、ね、死ぬ時どんな風なか分かんないんですけど、病院なのか、ね、で棺桶の 中なのか、で最後に思う時、ね、後悔したかどうか、ね、で、まあ、そこで あれやればよかった、これやればよかったって後悔だらけだと、なんかすごくショックじゃないですか、嫌じゃないですか、うん、でも、ね、やることやったなって、やりたいことやってきたな、うん、最後そうやって終えたいじゃないですか。なので後悔はしたくないっていうのはすごくありましたね。まあ、最終的に、ね、起業っていう道を選んで会社を辞めて一人やるって時に選んだ時の最終的な、こう、なんだろうな、背中を押してくれたのはやっぱりそこかな、後悔しない生き方を選ぼうっていうね。なので、まあ、もうね15年経ちましたけど、ずっとお勤めであれば未だにやっぱりね、どうしようかな、どうしようかなって思ってたかもしれないです。うん、でそれをできればね、早く、ね、決断した方がいいですよね。うん、なので、ね、あれから15年経ちましたけど、あの時に決断しておいてよかったな、まあ、それでもね40ぐらいで起業だったのは遅かったんですよね。うん、なのでこれ早い
ね、まあ遅ければ悪いっていう意味ではないんですけども、なるべくであれば早い方がいいと思いますよね。うん。なのでね、今ね、見てくれてる方の中で、ね、起業しようかな、どうしようかなって、うん、思ってるのであれば、もう早い方がいいと思います。ね。で、よくね、起業ってどっから起業なんですかってね、聞かれたりもするんですけども、これ、競技のね、狭い意味の起業って、やっぱり会社を立てて、で、事業を起こすことなわけでしょ。ね。起業って、業を起こすって書きますよね。なので、まあ、会社を立てたりすることなんですけど、でも、広い意味で、ね、広い意味で何かをね、商品を売ること、ね、そして SNS でもいいんですけど、リアルでもいいんですけども、その売る行為をやり始める、ね。それはもう副業も含めて、広い意味で起業って、ね、言ってたりします。なので、広い意味で起業、ね、まあ、副業からでもいいんですけども、どうしようかなと思って、まずね、やった方がいいと思いますよ。ね、後悔しない生き方、ね、なので、まあ、最後にね、もう20分になりましたけど、最後に、まあ、自分の、ね、個人的な思いですと、やっぱり承認欲求を満たされたかな、満たされるためにやっぱり起業って一番いいのかなというふうに思います。承認欲求っていう ね、皆さん聞いたことありますでしょうかね。何か満たされたい思いですよね。認められたい思いですよね。人に認められたい思いって、これ悪いことじゃなくて、誰もがあると思うんですよ。ね。特に承認欲求ってね、悪いふうに取られたりするんですけども、承認欲求誰もがあると思うんですよ。認められたい。ね。別にビジネスだけではないと思うんですよね。まあ、好きなね、人から認められたい。ね。大切な人から認められたい。家族の中であって、主婦の方でもね、主人から認められたい。旦那さんから認められたい。ね。まあ、両親から認められたい。子供から認められたい。ね。そう。承認欲求を、満たす行為。ね、これはやっぱり起業って大きいかなっていうふうに思いましたよね。うん。なので、まだね、未だに、完全に満たされてはないと思いますし、ね、まだまだね、成長もしたいと思ってるんですけども、ね。なんかね、起業で得られるもの、ね、お金とか、時間とか、あとは、ね、生きがいとか、で、あと承認欲求を満たしてもらえるものが、ね、まあ起業することによって満たされていくっていうね。そう。あとは、やっぱりね、そこで夢が叶う可能性が高いですね、夢が叶う。で、まあ自分の夢といいますか、起業する前から思ってたのは、なんか女性のために何かプラスになること、女性の支援っていうとこがましいんですけども、女性が、まあ、明るく笑顔になるようなことをやっていきたいなずっと思ってたんですよね。うん。それがやっぱり根底にあります。ね、で、これはね、いろんなところでお話したりするんですけども、まあ、一つには、まあ、うちね、5人兄弟でした。ね、兄貴が2人いて、男が4人、そして、母親と。で、その母親が、男だけの中で女性一人だわけだったわけじゃないですか。でもめちゃくちゃ明るかったんですよね。うちはね、お寿司屋さんをやってたんですけど、割と父がお寿司屋なのに寡黙なね、板前さんで。で、うちの母親が接客担当ですごく明るかったんですよ。で、兄弟もあんまりね、喋るタイプではないし、兄弟間の会話あんまりなかったんですけど、でも母親がいてくれたおかげで、うちの中ってすごく明るかったんですよね。なので、まあ、女性一人いるとこんなに明るくなるんだっていうのがね、すごくあって、女性の笑顔をね、もっともっとね、たくさん作れたらいいな。女性がもっともっとね、笑顔になれるような職場だったら、社会だったら明るくなっていくんだろうなって、そんな思いがあったんですよね。あとは、まあ、個人的な話ですけども、まあ、今でこそね、結婚したりするわけなんしているわけなんですけども、やっぱり、ね、婚活時代がありました。なかなかね、婚活がうまくいかなかった時代があるんですよね。で、振られてばっかり。そう。でも振られるために、成長できたかなっていうふうに思いがあるんですよね。なので、今ではもう振られたことに対して、その振ってくれた女性に対して、すごく感謝の思いがあるんですよ。なので、女性に対してすごく感謝の思いと、何か恩返しをしたいなって思いがずっとあって、そこから女性を笑顔にするようなサービスとかね、女性を笑顔にするようなことをやっていきたいなって、あったんですよ。それを悶々としてた。で、起業して一番最初にやったのが、その体験型ギフトの、ネット販売。女性向け体験型ギフトのネット販売っていうのをやったんですね。
そう、まあその話をするとね、長くなっちゃうんですけども、選べる引き出物ってよくあるじゃないですか。ね、カタログギフトでしょ。で、もらったカタログの中から一つね、選んでもらえると。で、その中で、ね、後ろの方にね、あるんですけども、ね、体験ものですよね。乗馬体験ですとか、エッセ体験とか、それだけを集めたものを、ね、ネットで選べるようにした。それが、その事業はね、フランスから入ってきて、で、日本で広まりだしたんですよね。で、それを女性向けに、女性が喜ぶサービスを集めた、体験ギフトのスマイルラギフトっていうのをね、ネットで始めた。それが一番15年前にね、始めた事業ですね。で、それをもとに会社を立ち上げたんですね。スマイルラっていう会社ですね。スマイルとルナ。ルナっていうのは、月とか女神とかね、女性っていう意味なんですよね。スマイルとルナを掛け合わせた造語です。スマイルナ。笑顔の女性っていう意味ですよね。そう。なので、なんかね、自分の夢がね、企業を通してね、叶えていきたいっていうような思いがあったんですね。会社を作って、そしてサービスを作って、で、この商品でたくさんの女性をね、笑顔にしていきたいなって。で、結果的にそこはね、1年でね、もう閉店しちゃったんですよ。その、ネットショップを閉店しちゃったんですよね。で、まあそれはね、なぜかというと、まあ競合がどん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 増えてきたって。で、大手がどんどん増えてきたんですよ。自分一人でやってたんで、まあ会社を作ったとはいえね、個人事業みたいなもんでしょ。だからそれが多くのカタログギフトさんですとか、ね、有名なメーカーさんとか、ね、カタログ業者さんとかどんどん入ってきて、とても太刀打ちできなくなったので、閉店しちゃったんですけども。で、そこで繋がっていった、エッセサロンのオーナーさんの女性とか、女性オーナーさんですとか、何々教室の先生とか、で、そういう方々と繋がっていって。で、そこからいろんな相談を受けるようになって、ビジネスの相談とか。で、それをきっかけに、企業コンサルタントっていうのを始めたんですよね。で、まあ当時はね、交流会とか女子会とかブームでしたので、で、そういった方々と女性の人たちをこう繋げる、ね。A 子さんと B 子さんを紹介して繋げるとか。で、まあそういうのをやりつつ、そして、もうちょっとね、複数人を紹介したいなって。それをきっかけでランチ会を始めて、東京ビジョンランチ会っていうやつですね。で、それは好評になって、東京ビジョン朝会を作って、東京ビジョン経営者会を作って。で、まあ一番多い時はね、もう8つぐらいね、女性団体を作って。なので毎週のようにね、女子会とかをやってたんですね。当時は日本一女子会に参加する男子とかって呼ばれたりもしましたね。まあそれがあって、で、ね、今が、企業コンサルずっと続けてるんですけども、やっぱり企業コンサル、企業塾を通して、で、女性を笑顔にしていきたいっていう思いがずっとあって、で、自分にとってはその企業を通して夢が叶えるものっていうふうに思ってるんですね。なので、まあ、企業で何をしたいかなっていうね、ことも大事ですし、そのね、やりたいことを探すっていうね、メソッドもいろいろあったりするんですけど、まずは、自分の夢、ね、自分が、で皆さんね、見てる方が何十代の方が、こんなことをやりたいんだ。で、それを起業したらね、実現できるかな。ね。まあ、そんな視点で考えていただく。まあ、そしたら起業ってめちゃくちゃ素晴らしいものになりません？ね。まずはそこを考えていただけたらな、というふうに思うんですよね。ね。まあ、収入面がとか時間面がとか、いろいろあるかもしれないですけど、まず私の夢は、ね。そして、この夢を起業を通して叶えたいな。まあ、そんな風に思ったら、ね、すぐに行動に、ね、出られるんじゃないでしょうかね。はい。いや、でもね、実際どんなことをやっていいか分かんないんです。ね、英語さんの話を聞いて起業したいんだけど、何を言ったらいいか分かんないんですって思う方は、ぜひご相談ください。ね、ご相談の方法なんですけども、まあ、インスタ、ね、の DM で、相談っていう風にね、書いていただければ、ご視聴いただいた方限定のね、個別相談、ズームでやります。45分ね、無料で。させていただきますので、無料ズームの個別相談会受け付けております。ね、ちょっとね、お話聞いてみたいな、ちょっとね、私何かやりたいんだけども、ご相談乗ってもらいたいって方はね、ご相談いただければと思います。DM の方でお待ちしております。相談というふうに書いていただければ大丈夫でございます。はい、それではね、30分近くなりました。今日の11ライブいかがでしたでしょうか。毎週火曜と金曜日ね、発信しております。11インスタライブ。次回は、火曜日じゃなくて、8月になりますね。金曜日になりますね。はい、それではまたよろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございます。